フジテレビのバラエティ番組、俺たち氷金属」族の初代、氷金アナウンサー、として人気を博し、現在は女優として活躍する山村みちさん、65、が、昨年12月に他界した夫、た磨明あきふみさんとの出会いから別れまでを綴った、7秒間のハグ、検討者、も出版した。36年半連れ添った夫を亡くし、間もなく1年、本に込めた思いについて伺った。 聞き手、田村義彦、元フジテレビプロデューサーの拓馬さんは、2019年7月に食道がんが見つかり、手術や抗がん剤治療などを受けたものの、癌の転移もあり、昨年12月に65歳でお亡くなりになりました。本には、後藤病の様子が国名に書かれているのに驚きました。 入院した時に何時何分に休院をしたとか、細かい記録は全部つけているんですけど、思い出すのが辛くて、開いてはいないんです。夫の闘病中から5年連用日記をつけ始めたので、それを読み返しました。1年前の同じ日には、先生からこんなことを言われた、とか、必然的に目に入ってきて、当時の様子が蘇ってきます。 最初に食道癌とご主人から知らされた時の受け止めはいかがだったでしょうか。胃癌や肺癌に比べるとあまり効かない癌だし、大丈夫なんじゃないの、というのが最初の印象でした。ところが、すぐにネットで調べると、価値の悪い癌だとわかり、青くなりました。とは言っても、夫は病気一つしたことがなく、亡くなるような雰囲気の人ではなかったので、当時はそんなに心配はしていなかったのですが、 ステージ3の食道癌手術後、転移が見つかり、診断はステージ3で、抗がん剤治療の後に食道の切除手術を受けられたんですね。はい、盲腸なので手術で注水を切除します、というのと同じような、軽い気持ちだったと思います。ところが、その後、予想外に大変な展開が、誘因は結局、何回、誘因は結局、亡くなるまで13回ありました。 手術を終えて退院した後、手術前と同じように食事をしたのも良くなかったのか、手術後に再び入院を繰り返しました。ただその時も、それほど深刻だったわけではなくて、これが良くなれば大丈夫という気持ちでした。しかし、間もなく、転移が見つかったのですね。再び入院して、抗がん剤と放射線治療を受けることになりました。いわゆる民間療法も、いろいろと試されたと書いてありました。 私自身は、いいと思われるもので副作用もないのであれば、あらゆるものをやってみるタイプなんです。何が効くかはやってみなければわかりませんから。ただ、主人は自分は自分で、基本的に私の言うことは聞かない人だし、最初はいくつか我慢して受けていましたけど、転移がわかった時に、こんなの無駄だ、と言って全部やめてしまいました。